はい。皆さん、こんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。今回は2023年春節前の買い付けに間に合わなかった方も Amazon 物販セラーとして、幸か不幸かやることはたくさんあるという話をさせていただきます。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。今回の論点2点あります。まず1点目、Amazon 物販の流れは一本道ではなく、セラーが行う作業という流れと、商品の動き方という流れ、この二重数直線で考えていかないと混乱してしまいます。二点目、この延長線上の話ですが、セラーが行う作業に関しては、いくらでもセラーのさじ加減で急ぐことはできますが、商品の流れに関しては、いくらセラーがせかしたところで急ぐことはできません。例えば買い付けにかかる期間というのは、もちろん代行会社として極力急いでいますが、結局のところ商品を送ってくるアリババ業者が早く送ってくれるのか、だらだら送ってくるのか、もしくはその商品が届いたとしてもしっかりとした商品が届くのか、不良品が混ざっているのかなどによっても変わってきてしまいますよね。また発送した後の商品がアメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンの倉庫に納品されるまでの時間というのは、我々がいくらせかしたところで1秒たりとも急ぐことはできません。この2点は腹に落としていただいた上で、じゃあ今から自分に何ができるかと考えていくことが今回のテーマになります。早速話をしていきます。少し前の動画でお話しさせていただいた通り、2023年1月22日に中国の春節があり、その春節の1週間並びに前の1週間と後の1週間、合計最低3週間は物流含め中国側の商売の動きがビターッと止まってしまいます。よってそこから逆算していくと、12月25日、要するに2022年のクリスマスか、甘く見積もっても今年の晦日、年末までに買い付け依頼を行い入金を済ませた状況でないと、春節前の買い付けは難しくなると考えてください。あくまでも厳しめな予想でそうではないかという話なので、来年正月を過ぎた後買い付け依頼を出していただいても間に合う可能性もありますので、その点はジッパ一からげで捉えないようにしていただければ幸いです。さて、少し悲観的な予想になってしまうのですが、もし万が一春節前に買い付けしたかったけれども商品を発送完了しなかった、もしくは発送したんだけれども商品が中国から発送されてアマゾンに届くという輸送の手続き自体が開始されるのが春節の後になってしまうという場合、何を代わりに行っておけばよいでしょうか。自分が代わりに行う作業を明確化するために、買い付け依頼を出してから商品が発送されるまでにどのように進んでいくかという具体的な作業内容を見ていく必要があります。冒頭でもお伝えした通り、セラーが行う作業と商品の動きを別個で捉えてみてください。まず買い付け依頼をセラーが出した後、代行会社が買い付けを行います。代行会社が買い付けを行っている最中、もしくは理想的には買い付け依頼を出す前に、最低限の出品登録を行うための商品ページの下書きですから、商品名、バリエーション名、売り出し価格、そして商品の梱包した時の三辺サイズと重さ、この4つの情報だけ下書きすれば十分です。商品ページの下書きを行ったら、最低限の出品登録を行い、出品登録した情報に基づいて納品手続きを行い、納品手続きの途中で商品ラベルを生成することができます。ここまでがセラーが行う作業です。商品ラベルを生成したら PDF ファイルを代行会社に送ると、代行会社側で商品ラベルを調布し梱包します。梱包が終わると、各段ボール箱の梱包情報、すなわち箱の数と各箱の三辺サイズと重さをセラーに送りますから、その情報をセラーセントラル上で入力し、
梱包ラベルを生成し、その梱包ラベルを代行会社に送ると、代行会社が梱包ラベルを印刷してようやく発送するという流れです。この一連の買い付け依頼から発送までの流れの中で、セラーが行う作業は赤い波線書かせていただきました。結構やることありますよね。さらに通常発送した後進めればいい作業ではあるものの、商品ページの画像を収集したり加工したりする作業や、商品のバレットポイントと私が呼んでいる、要するに商品ページの上の方、商品画像の右の方に表示されている商品の説明文を書いたりする作業を行い、その作業をしている間に商品が無事 Amazon に納品され、受領され、アメリカの場合は納品先集約設定、要するになるべく少ない倉庫にまずは送らせてくださいという設定を行っていますので、1箇所か2箇所の倉庫で受領された商品がその後アメリカ各地の倉庫に移送される時間も場合によっては2、3週間かかりますが、そういった商品側の動きが完了すると、晴れて買い付けた商品すべてが販売開始となるわけです。もちろん商品の一部が移送されるとはいえ、移送されない商品もありますし、移送がすんなり終わる商品もありますから、一斉のせで販売開始になるわけではなく、手続きが終わった商品から順次販売開始することができます。改めて買い付け依頼を行うところから販売開始に至るまでの全ての作業を見渡してみてください。繰り返しになりますが、赤い波線を引いている作業はセラーのさじ加減でいくらでも早くどんどん進める作業です。さらに申し上げれば、その次の買い付けを行うための商品リサーチに関しても、私は4つのステップで進んでくださいと申し上げています。要するに、まず母数、数を集めるリサーチを80商品から120商品は行っていただき、その中から10商品から15商品をめどに買い付け候補を精査していただき、買い付け候補の相場価格などなどをチェックして、その相場価格などなどをチェックする過程でより良い商品があった場合は差し替え、くら替えを行う。この4ステップについてはネット物販セラーを続けている限り、いつでもいつまででも行える作業です。ということは、1月1日から8日に買い付け依頼を出して間に合わなかったとしても、もしくはそもそも買い付け依頼を出そうかなと思ったタイミングで中国の春節にかかってしまった方も、春節が終わるまでの数週間もしくは1ヶ月ちょっとの間に行うべき作業は5万とあり、少なくともだらけている暇はきつい言い方すればありません。もちろん期限に間に合わなくて意気消沈してしまうお気持ちも十二分に理解できるのですが、ネット物販は逃げることがありません。このタイミングを逃したから自分のネット物販のお先真っ暗だにはなり得ないんですね。情弱ビジネス発信者の人たちは、今すぐ始めましょうだとか、今日のセミナーの間に入学を決めてくださった方は5万円引きですといったマーケティングの希少性の原理を乱用して、とにかく今すぐ始めさせよう、この機会を逃したら次がないみたいな言い方をしますが、真っ赤な嘘です。この機会を逃しても少なくとも1年後のこの時期にはまた同じような機会に恵まれますし、何かしらのイベント、例えばクリスマスを逃してもその次にバレンタイン、バレンタインを逃しても5月からの購買欲が高まっていくタイミングには間に合うといった形で1年順繰りで様々なチャンスが訪れますので、その点は変に落ち込みすぎないように気をつけてください。というわけで、今回は春節前の買い付けに間に合わなかった方も、もしくはご自身がネット物販、アマゾン物販を始めるタイミングがちょうど春節のこのあたりに被った方も、代わりに行うべき作業は5万とありますし、先に行える作業もたくさんありますので、一つ一つ一歩一歩Amazon 物販邁進していっていただければ幸いですという話をさせていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。